も。これあげる。様をもっと増やさないと。文字がありますね。確認してみましょう。読んでみましょう。
そうそう、我々ポーンの間での噂なのですが、ポーンが異界に渡るとある特殊な病にかかることがあり、発症すれば周りの全ての命を脅かす最悪になるそうです。病は一時的に我々を興奮状態に。ここはビョルン、戦いで勝ち残るならまずいい棒。道具を着ることだ。そう、ありがとう。また頼むよ。どうです？見ていきますか？昇降用のはしごです。こいつは便利ですね。職人技だな。ん？あそこの部分はどうなってるんだろう？いらっしゃい。模様は？よってらっしゃい、見てらっしゃい。伝説の語り部、アルバート様だ。もし俺様の話が気に入ったなら、酒で喉を潤すためのおひねりをいただくからな。いらっしゃいませ。ヴェルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを癒して差し上げましょう。治安が悪いなら悪いなりの商売があるものさ。また来てくれよ。ベルムントは昔、獣人の国だったそうですね。そうなんですか。ただ、今の住民はそのことをよく知らないようです。ようこそ、ジョブギル。ここでは各職能に関する様々な手続きを行っております。ご用があれば、何なりと。お押し付けください。
申し訳ありません。今はソーサラーとウォリアーの新規受付はいたしかねます。現在大津へと武具を運搬する奪われた武具を取り戻していただければ。ではジョブギルドについてお教えしましょう。奪われた武具についてこのギルドに武具を収めているのもどうかよろしくお願いします。どこかで手に入れねばなりません。在庫の確認をしとくからな。総理の手入れもしておくね。このままじゃ赤字かも。お得意様をもっと増やさないと。腹ごしらえもした方がいい。さすがに疲れが溜まってきましたね。荷物整理してみてはいかがでしょう。重いと動きが鈍くなる。気をつけましょう。さすがに疲れが溜まってきましたね。いや、また会ったね。もう一度会いたいと思ってたんだ。時間があるなら少し立ち話もなんだし。ここは賑やかだね。街がこんなに活気があるなんて全然おかしいかい。でも今までろくに外出したことがないんだ。普通のことなんかしたことがないから。自分母は僕に何でも与えてくれるけど、自分の手、まあ結局は君にもらっちゃったんだけど、でもそれはそれでいいかな。特別な体験って感じだ。本当にありがとう。お礼と言ってはなんだけど、ごめん、そろそろ行かないと。話してくれてありがとう。また会えるといいね。よかったら見てた。何か買い忘れなどないですか？再度確認を。私が拾います。そこに何かありそうですね。とにかく調べてみなければ。
休憩の直後に戦闘、仕方ありません。とはいえ、裏は気持ち、お見事です、各社様。まだ気になりますよ、集中しましょう。魔法の力で属性効果を付与します。私は最後に、素材となるものを入手しました。後々役に立つ場面があるでしょう。付け加えるなら、シーフとの共闘がしばらくありませんよね。もちろん判断は各社様にお任せします。私は採取行動が得意なので、常に何か得るものを探します。周囲に使えそう、いざという時は頼りにしますからね。役立つ素材を得られる場所ですね。せっかくですから探ってみては。野営地ですが、今は用がないでしょう。疲れたらまたここを訪れるとしましょう。私がお守りします。いい攻撃ですね。私の火の力お使いください。水に濡れてしまったのです。把握できました。
の時は注意を。我々も体勢が不安定になる。苦戦を強いられましたね。気を緩めればああなる。いい教訓です。敵です。今なら体力も十分です。余計な傷を受けないよう縛りましょう。女性だらけのパーティーですね。とはいえ皆個性はバラバラですが。何が出てくるか楽しみですね。分かれ道、どっちに行くのか迷いますね。悩んでも拉致が明けません。まずは前進です。
わばそれなりの品かと。期待値は超えていません。そうそういつも価値の高いものばかりじゃないので。学者様、いいところに。またリザードマンどもが出たんです。村のみんなも戻ってきてこれからって時に、なんでこんな。おい、そこで何をしておる。ジョナサン、こちらは例のリザ。なんじゃと。ならば急いで退治してくれ。一度引き受けた仕事なら最後。すみません、うちの村でもあなたの力が必要なのは本当な。お願いです、リザードマンをどうにかしてください。頼。リザードマンも懲りないですね。もう来るなと教え込んでやりましょう。注意深く行動しましょう。いい攻撃ですね。火の属性を付与します。あ、ありがとうございます。二度も助けていただけるなんて恩人なんてもんじゃない。あなたはこの村の。それで、あの、こいつめ、こいつが。ジョナスさん、どうしたんですか。この獣人めが潮泣きと。あそこは禁足地じゃというのに余計なことはしよ。間違いない、リザードマン。ごめんなさい、こんなことになる。これだから獣人は。ジョナスさん、そういう言い方は。こいつをかばうつもりか。獣人どもはいつも問題ばかり起こしよ。ジョナスさん、いい加減にしてください。申し訳ありません、気分を害すでも。あなたには本当に感謝しているんです。各社様がこの村を救ってくれ。ぜひまた村にいらしてくだ。なんとも気分が悪いですね。でもフィオラネ殿は応援したいところです。やだやだ、もう帰りたい。お客さんは大歓迎よ。次もよろしくね。欲しいものがない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。慌てて買い込まないこと、それも大事です。
素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。静かに暮らせるだけでありがたい。いいものが出てきそうです。敵ですね。今なら体力も十分です。とはいえ油断は禁物。警戒を。ああ、そういえば異界ごとにマスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むマスターもいました。人それぞれなのだなと感じます。私がお守りします。こっちに来てくださいね。頭に来た。採取を行います。何かに使えるかもしれません。頭に来た。お礼だから、どうか。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手持ちの支援品を各社様にも使用させていただきます。私の後ろを追ってください。こちらを進みましょう。
万全を期しているまで。